さて、今日は YouTube でも見るか。なんかないかな。お、ヤマトナデシコガールズ世界で最もクリエイティブな旅行チャレンジまとめ。これ面白そうやん。驚くべき、魅力的な、笑えるヤマトナデシコガールズシリーズ。あ、この人たちが私たちの番組ヤマトナデシコガールズ、いろいろなチャレンジが出てきますが、今日一番面白くて難しい旅行チャレンジを紹介したいと思います、うん、それが見たい。その中で自由なライフスタイルを生きつか日本語うめえなお話ししたいと思います。最初にこちらの自分の生活をゆっくり生きる、ちゃんと生きるというモットーを持っている日本方の方を紹介したいと思います。日本からオーストラリアに来て面白くて俺の経験についてお話ししていて、なんでこりゃ。なんやったっけ、さっきのチャンネル、ダリア、なんかダリアのお疲れみたいなチャンネル名やったんやけど、ダリアで出てくるかな。あ、出た。誰、ちょっと一番古いやつ見てみるか。あ、さっきとオープニングは一緒やね。あ、二人ともダリアって名前なんね。YouTube で流行してる、なるほど、 YouTuber を紹介する人たちなんかな。冬レジャーシリーズ、絶対に送られるやつシリーズ、寒い冬を温めよう、驚くべきラーメン発見。これ面白そうやん。はい、いつものオープニングね、これで始まります。皆さんこんにちは、ラーメンピッツァ、ラーメンピッツァ、私が大好きなイタリア料理から始めましょう、うん、ピザ味のラーメン。あ、生地がピザ。すごく独創性が豊かだと思いません？独創性は豊かですけどね。うの使用しね。オープニングないやん今回。何これ？お、起きた。うん。とりあえず分かったことがある。はい、このチャンネルはね、限りなく癒し系です。特に驚くべきようなことはね、ないんやけど、ダリアたちがね、こうゆるい感じでこういろんなトピックについて紹介しとんよ。下にリンク貼っときますんで、ダリアたちのね、こうチャンネル見に行ってみてください。そしてウェピーもチェックしてみてください。それでは皆さんと、ダリアとダリア、お疲れちゃん。